はい、で今日はねせっかくの岸野様に来ていただいたので、はい、権現に来ていただいたので、じゃあまずこの八幡神社っていうのは何なの、はい、っていうことからお話を伺いたいと思っているんですけれども。はい、わ、はい、かりました。川越の八幡様というのはですね、はい、間もなくあと9年でね、出来上がってから、創建1000年を迎える、大変の歴史のある神社なんですよね。あの埼玉県にもたくさん歴史のある神社多いんですけれども、うん、はい、その中でもかなり古い方に入るんじゃないかなというふうに思っております。千年って言ったら、はい、いつの時代からあるんでしょうか。はい、鎌倉時代、いやいや、もっと古いんですよ。平安時代のね、うん、平安時代の中頃なんですよね。あ、そうですね。はい、うん、で大体千年前ってどんな時代かっていうと、うん、あの教科書でよく習いますけど、うん、藤原の道長、出方がいけね、はい、この世は我が世とぞ思うもつれ、うん、あの平安文化の一番盛んな時だ、うん、ちょうど、ね、源氏物語とか、うん、枕草子とか、うん、今我々が、うん、あの平安文化の中で一番素晴らしいものとして習うのが、うん、大体この千年前にできてくる、ちょうどそういう時代なんですよね。ですから、うん、あのまだまだあのいろんなこう、戦いがあったりなんか、そういうふうな時代ではなく、うん、割と平和な時代だというイメージがあるんですけれども、うん、実はね こちらの方の都と離れた、うん、あのこちらの東国の方では乱が起こったりということもたくさんありました。うんうん、でそのうちの一つ、この、千年前に起こったのが平の忠常の乱というのがあるんですね。うん、ちょうど今の千葉県あたりの、うん、ですね、そこであの起こった乱なんですけれども、うん、結構勢いがあったそうなんですね。うん、そして、うん、なかなかこの乱が静まりませんで、うん、2年ぐらいずっとね、この武蔵の国埼玉県の方までその勢いを伸ばしてきたそうなんです。うん、でこれではいけないということで、うんうんうん、当時の、朝廷にではですね、うん、源頼宣という方、うん、この方を、うん、この乱を鎮めるようにということで、うんうん、天皇陛下のですね、うん、あのお言葉をいただいて東国に下ってくるわけです。うん、でこの頼宣という方がですね、うん、戦勝を祈願したのがこの今の川越の町、うん、八幡宮のあった地であって、うん、であの源氏の氏神である八幡様にですね、うん、戦勝をあの祈願したと。うん、そしてその上でですね、うん、平の忠常を三日三晩ず通っていってですね、うん、とうとう沈めたと、いうそういう、あの逸話があるんですね。これっていつ頃なんですか。はい、これは1000年前、1000年前ぐらい、はい、でその、無事にね、あの平定乱を鎮めることができたということで感謝をしました源頼宣が八幡宮を建てて、お礼にね八幡宮を建てたのが現在の川越八幡宮の起こりだというふうに言われているんですね。うん、そうなんですか。ですから、うん、大体1000年ぐらい前ということになる。うん、まあ、当時はまだほら今のような川越ではなかったと思うんですけど、はい、どのあたりっていうか、そのどういうとこ、どこにあたりだったんですかね。そうですね、はっきりした、ね、場所というのが、うん、まあ、よくわからないわけなんですけれども、八幡様をですね、うん、お祭りして、戦勝祈願をしたのは現在の八幡宮町と、うん、それからこの頼宣様ですね、うん、東松山に野球稲荷神社という、はい、ありますね、はい、そちらにも戦勝祈願をしたというふうに言われているんですね。ですからその、二社、八幡宮とそれから野球稲荷様、兄弟神社のようなところがあるわけなんですよね。うんうん、そしてね、この源頼宣という方は、うん、まあ、平安時代の初めの清和天皇のですね、清和源氏、はいはい、清和源氏とそう言いますよね、5代ぐらい後になるかな、うん、孫ヤシャゴに当たるんじゃないかと思います。うん、今後の次ヤシャゴかな、うん、が頼宣さんなんですね。うん、でこの平忠常の乱というのを沈めたことによって、うんうん、この源氏の評判というのは一気に上がるんですね。都では素晴らしいな、やっぱり源氏ってすごいなというのがもう評判になって、うん、武家の第一人者というふうなことになって、ここからあの源氏というのがすごく盛んになってくるんですね。そうなんですか。だからそのきっかけを作ったという意味では、うんうんうん、もっと川越の八幡宮有名になってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、そのくらいね、このこの頼宣の後に
八幡太郎義家ですとか、うん、さらに鎌倉幕府を作った源頼朝だとか、うん、みんな頼朝の子孫なんですね。あ、そうなんですね、はい、ですから、うん、あの源氏のですね、起こってあの武家としての源氏が盛んになる、うん、そのきっかけを作ったのが平忠常のなんですし、うん、それを鎮めた頼朝という人が、うん、本当にあの源氏があの、うん、これから盛んになっていく、出世していく、うん、そのきっかけになった大変重要な人物だというふうに思うんですよね、うんうん、なるほど。あの頼朝とかの先祖になるわけですね、はい、そうですね、それでまた八幡太郎義家ってすごく川越で、はい、あの出汁のあるのがあって、すごくなんか川越でこう建て祭られていますよね、はい、そうですよね、それはなんかそういった関係もあるんですかね、はい、あのやっぱりね、はい、義家っていう人はですね、うん、その頼朝の後に出てきたやはりこれ英雄なんですよね、うん、そしてあのなぜ八幡かというと、うん、京都の石清水八幡宮、うん、大変大きな八幡さんですけれども、うんうん、そちらで元服をしたということから、うん、八幡太郎という名乗るんです。やはりあの英雄ですのでね、うん、例えば五月人形としてね、あの、まあ、あのうちに飾られたり、はい、それから今の出汁人形になったりというふうにね、すごくあの英雄として人気があった方なんですよね。うん、ああ、そして戦前からきっとねすごく人気があったんでしょうね。はい、義家というとみんな、あ、その八幡太郎っていうぐらいみんなよく知ってたわけだと思いますね。まあね、頼朝なんかもそうですけど、やっぱりこの先祖っていう意味ではね、その大変な、はい、そうですね、はい、そしてその八幡様というのは、うん、はい、あの、まあ、応神天皇様なんですけれども、はいはい、源氏が今申しましたように、はい、清和天皇、もともと天皇家から出ているので、うんうん、先祖の神様っていう気持ちが強かったんじゃないかなと思いますね。なるほど、で本当にあの先祖中の先祖って伊勢神宮様ですけれども、さすがにあのちょっと源氏というふうになるとね、うん、あのストレートに伊勢神宮様っていうと申し訳ないので、うん、あの八幡様が先祖神というふうに、そんな感じにだんだんなっていったんじゃないかなというふうに想像しますね。ああ、そういうことなんですね。いや、あの応神天皇がね、こう、はい、話に出てきましたけれども、はい、あのまあ、この応神天皇という方は神宮皇后の、お子さんになるんですか。そうですね、はい、そして、うん、あの大和尊皇帝、はい、古代の本当に大きな英雄でいらっしゃいますけど、はいはいはい、大和尊皇帝のお孫さんになるんですね、応神天皇ってことは。あ、そうなんですか、はい、大和尊皇帝のお子さんが従愛天皇という天皇様ですが、うん、早くにあの亡くなられまして、うん、そしてそのお妃さんの神宮皇后様が、うん、今の、まあ、朝鮮半島に、ね、進出をしていく、うん、そういう大きな仕事をなさいます、うん、でその時にね、うん、もう神宮皇后のお腹の中にね、うん、応神天皇いらっしゃったそうなんですね、うん、だけど行って帰ってくる間にね、うん、途中であの生まれると大変なので、うん、こう抑えて出て行ったそうなんですね、うん、で帰ってきてからね、無事にお生まれになった、うん、今から考えるととても、はい、勇ましい女性ですよね。そうなんですよね、本当にすごい話だなと思うんですけど、一番最初に すごい凄まじい女性でいらっしゃるわけですね、うん、本当にやっぱり女性って日本で昔から強かったんだなと感心させられます。でね、応神天皇という方の時代っていうのをちょっと考えてみると面白いんじゃないかと思うんですけれども、今あのお話ししましたあの大和尊皇帝の時に、うん、この関東の方までね、うん、ずっとあのいらっしゃいまして、うん、いろんなあの乱を鎮めていた、うん、大和の朝廷というのはずっとこの東の方まで進んできたのが、うん、大和尊皇帝の時代ですね、うん、そして九州の方も抑えられていた、はい、でそのお孫さんの時代の応神天、うん、その次のですね、はい、神宮皇后の時には、うん、今度は海外にまで出発するということなんです。今までと違って急に世界が広がってきたっていうのはこの古代の時代じゃないかなというふうに思います。で、あの応神天皇の時代っていうのはですね、うん、あのどんな時代なのか、いろんなこう古事記とか日本書紀にも出てくるんですけれども、はい、特にねあの重要かなと思うのは、うん、その、ま、海外とのつながりができて、うん、朝鮮半島と、そうですね、はい、そして、応神天皇の時代に、うん、
漢字が初めて伝わってきたというふうに書いてあるんですね。でこの伝わってきた本が論語なんですね、うん、これっていつ頃の話ですかね、はい、だいたい応仁天皇の時代っていうのが、まあ4世紀ぐらいか、西暦ですとね、4世紀ぐらいじゃないかなというふうに言われています。まあ、かなり、ね前後はあるので、はっきりこう何年っていうふうにこう決められないんですが、だいたい4世紀ぐらいじゃないかなというふうに言われています。その時代からまあ、論語が伝わってきて、ずっと今までね、我々読んでるわけですよ。漢文の授業というとやっぱり論語を読みますよね。そして今NHK の大河ドラマでも、埼玉の偉人渋沢栄一郎が取り上げられてますけれども、渋沢王という方は論語を、ね、経営に生かした論語とそろばんというね、大変大事な本を書かれました。そういうふうに日本人の心の中にずっと生きてきたのが論語なんですね。でもその時代の応仁天皇の時代のことを考えてみると、今までの日本に全くなかった漢字っていうのは伝わってきたわけです、急にね。そしてその漢字を解説するワニ博士という方も一緒に、渡ってこられて、その漢籍漢字の、解釈をしてくださったんですよ。でもこれはね、当時とってもショックだったろうと思いますね。今までその漢字全然違う文明に、の中にあったのに、急に日本にやってきたら、ちょっと想像をたくましくしてみますとね、幕末から明治にかけてね、明治維新が起こりますよね。で我々の時代世界にはなかったヨーロッパの文明というのが急に入ってきたわけですよね。すごくショックだったと思います。でそのこうなんていうかな、最初のショックになったのが、ご承知のように黒船来ですよね。そうですね。それによってヨーロッパとかアメリカの科学技術っていうのは突然目に見える形で現れてきたわけですね。そうですね。同じようなことがこの時代に言えるんじゃないかなと思うんですよ。今までの我々の世界になかった漢字とか漢籍っていう文明が急に目の前に現れてきた。なるほどね。いや私よく知らないんですけど、はい、万葉とか万葉集とか最初の頃って漢字で全部書かれてましたよね。あれは、まあ、7、8世紀というか、そのぐらいですよね。そうするとそのまだそのかなり前からその、まあ、私よく分かんないのはこの応仁天皇の時代 の、 その実在性っていうか、その辺はもう今は確実な感じなんですか。そうですね、はい、まあ、謎の多い天皇さんがいらっしゃるんですけれども、まず実在というのは疑いないだろうなと思うんです。というのはね、なぜこういうことを言えるのかと言いますと、応仁天皇もそう、神宮皇后もそう、それから大和尊の命もそうですけど、各地にいろんな伝説が残ってますよね。ここに大和尊の命いらっしゃった、埼玉県にもたくさんあります、これ、ね、実在してない人物だったらばね、いつの間にか消えちゃうんですよ。あ、そうなんですか。はい、実在しているそういう格があってね、その上にいやここでもこういうことがありました、ここにもいらっしゃいましたって、だん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 こうやって、膨らんでいくんですよね。だけども元々のその芯というか格が なくてね、頭の中で考えたものっていうのはいつの間にか消えますね。そう生き生きした伝説っていうのが伝説がね、あちこちに残っていてっていうのは、やはり実在していたからですね。私はね、一つは教えていただきたかったのは、もう分からないことばっかりなんですけど、出雲系と、伊勢系っていうんですかね、その昔ね、出雲の神様がいろいろいらして、それで、川越なんかでも多分スサノオの伝説とかそういうのがあるのは、結構そういった人たちが来てるのかなっていう感じもしてたんですけど、それから伊勢系のお話があって、さっき大和武の話とかいろいろ出てきましたけど、でどんな感じ、それはどこに入ってくる感じですか、なるほどね、出雲とか伊勢というのはもっともっと古い神代の話、時代のことだというふうに言っていいと思います。それで伊勢の神様というのは、いわゆる天津神という、天津神、これは高天原
いわば神話における天の世界ですね、そこからいらっしゃった系統の神様なんですね。それに対して、出雲の神様、大国主の神様もそうですし、スサノオノミコトなんかもそうですけれども、この地上をね、中心として活躍をされて、国づくりをされて、いろいろなこうお恵みをくださった、国づかみというふうになるんですね。で、古事記やなんかの神話では対立しているように見える部分もちろんあるんですけれども、互いに激しい活動をしながら、一つのこのね大きな世界を作っていくというのが神話なんですよね。ですから伊勢の神様の系統も、出雲の神様の系統も互いに敵ではなくて、いろんなところで、ぶつかり合いもあったりしますけれども、一つの大きな世界を作っていく、そのためのね、二つの大きな力なんだというふうに考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。違うものがこうね、ぶつかり合うからこそ新しいものが生まれてくると思うんですよ。じゃあ素人質問ですけど、八幡様はどっちの神様とか、そういうのはないんですか？それでね、王神天皇というのは今度はもう人間の時代にか、なってくるわけなんです、でそうするとね、2つのこの流れっていうのはだんだんこう一つになってきているんですけれども、王神天皇様でいらっしゃるので、やはりね、皇室の祖先の神様でいらっしゃるわけですね。から天照大御神様、仁義の御子様というふうな、その天つかみの神様、そのずっと系統が天皇陛下につながっている、その途中の古代の天皇様の一人が王神天皇様だというふうに思うんですよね。その中でずっと統制してきて、日本をこうまとめていくような状況だったんですかね。そうですね。だからこの武神天皇の時代っていうのはね、こう言ってみれば古代の日本の明治維新のような時代だったんじゃないかなというふうに、そういうふうに思うとイメージしやすいんじゃないかと思うんですね。そうですね。私たち昔習ったのはその前に卑弥呼とかそういう時代がありまして、あの頃はまだそう漢字とかそういう文化じゃなかったんですよね、きっと、それが伝わっ、漢字が伝わってきて、そして長い間かかって、日本人が苦闘しながらね、自分のものにしていく、これは本当に長い時代かかったと思います。本当にね、例えば論語が伝わってきて、日本人の心の中にね、心の糧になってくるような、多分江戸時代じゃないかと思いますね。江戸時代、長い間ずっとかかってやっと自分のものになるわけですよ。そのくらい外国の文化っていうのを自分のものにするってすごく時間かかる、そして大変な目に見えない努力、そうですよね、なんかだって昔私の大野安丸でしたっけ、全部暗唱して覚えたって、書いて覚えたんじゃなくて、見るんじゃなくて、なんか全部覚えてるっていうふうに、そうですね、文字がなかったのでみんな、覚えていたわけです。すごい記憶力だった。そうですね、文字がないともう覚えるしかないから、覚えるしかない、それを漢字という、そうですね、それかけ荒らしたわけだと思います。経典とかもね、みんなすごい、漢字で書かれたものが非常に価値があったわけですよね。川越八幡神宮の話から八幡神社とはっていうところに今話が、行って、非常にそうすると、さっき川越八幡神社もその千年の歴史があるっておっしゃってたけど、そういう意味ではものすごく長い、本当にそうですね、4世紀とかそういう頃から、やはり日本の信仰ってずっと途切れることなく続いているので、古いものが残って連続して、でそれがまた変化していくわけですね。その中でいろんなこう変化があるもんですから、謎が出てきたりとかいろいろあるわけですよね。八幡様は謎の多い神様ですけどね。どんな例えば謎がありますか？なんで神様なのに、仏様みたいに八幡っていうふうな、そうですよね、音読になっちゃうのか、そうですよね、それから、昔はね、八幡大菩薩なんですね、南無八幡大菩薩、ね、これ何ですかってお聞きしたかった、そうですよね、これもね、いろんな謎なんですけれども、確かに分かりにくいところいっぱいあるんですが、王神天皇の時代のことを考えてみると、ちょっとヒントになるんじゃないかなと思うんですよ。
というのはね、うん、この今お話ししたように、うん、あの御神天皇の時代に外国にこう国が開かれていく、うん、そうするとね、うん、あの国を開いていくあの働きというのをお持ちになる神様だ、うん、そういうイメージが強かったと、うん、だから仏教を入れる時にも仏教を守ってくださる神様だ、うん、それで南無八幡大菩薩というふうにね、うん、仏さんとしてのあのお名前も持たれるようにとかね、うんうん、あまり排除しないようにするってことですよ ね、はい、西洋なんかでもよくありますけど、やっぱりこう、はい、昔古代からあったものがキリスト教の中に、今日のハロウィンの話もそうなんですけど、ですけど、やっぱりきっとその日本 の、はい、あのね、古くからあったその風習のようなものがこの八幡信仰の中に取り込まれているっていうか、あると思いますね。そういうことなんですかね、はい、で変化しながら残っているんじゃないかなというふうに思います。ちょうどそれこそね、あの明治の時代に 国を開いて外国に向かっていく、それとともに日本をどういうふうにしようかっていうね、生き残りのためにいろんな努力をしますけどね、この時代もあの 八幡様、御神天皇の時代も同じように外国のすごい文明がバンと入ってきた、うん、その、 あの国をやっぱり生き残りのためにね、うん、国を開いていく、うん、仏教も入れましょうっていうふうにして開いていく、うん、その一方で、うん、どうやってこれからその我々が生き残っていったらいいか、うん、あの内側のね日本を守る、うん、両方の面があると思うんです、うん、だから八幡の神様って外国に向いてる神様でもあるし、うん、また日本の内側の神様でもある、うん、両面持ってるんだと思うんですよ。非常にキャパの、そうですね、大きな、はい、ね、神様ってなんかこうしちゃいけないこととかいっぱいありそうな気がするんですけど、そういう意味では非常にあの救われるというか、ね、そうですね、まあ、なんかしても許してもらえそうな、そうですね、あのお話をね、はい、あの伺えていいなと思ってるんですけど、はい、なんか現代でもですからきっといろんな、ね、取り組みを八幡様でもなさってるっていうことなんですよね。やはりね、あの八幡様のこの御神徳というのはたくさんの人に開かれているので、うんうん、あのまず多くの人にいらしていただいてね、うん、その境内の空気を味わっていただく、はい、それといろいろな八幡様を中心にして、うん、いろんな神様をお祭りをしているので、うん、あのそれぞれの神様のお恵みを受けていただく、うん、ということはできるといいんじゃないかなと、ね、本当そうですよね。先ほどの民部稲荷神社もそうですけど、願望予病、目の予防とか、はい、あの 目の神様、それから口を聞いて口貴様とか、あのハガキのねあれですけど、こう役割ももとか、こういうのはどこから出てきたんですか、はい、みんな同じような発想なんですか。そうですね、やっぱりね、はい、あの、心身の健康を守ってくださる、そういう八幡様のご神徳がありますよね。で民部様も足腰を守ってくださる、で同じようにやはりね、あの健やかに生きるって大事なことだと思うんですよ。目もそうですよね。そしてやっぱり心の健康って今大事だと思うんです。愚痴を聞いてくださるとね、愚痴をね聞いてくださるだけでスッキリするんですよ。本当そうですね、うんうん、今若い方がなんかで、ね、結構来られてますよ ね、 そうですね、すごく不思議です、若い女性がなんか、はい、神社にたくさん来るようになったという。そしてやっぱり言いたいこといっぱいあるんだと思うんですよね。そうですね、愚痴を聞いてもらうって大事だと思うんですよ、うんうん、まあ、人と話しちゃうと問題があることなんかでも神様に聞いていただくっていうことであれば ね、 そ う、 ですね、はい、そうやってあのモヤモヤしたものを言葉にできるだけでも、お清め、お祓いになるんですよね。言葉にすることで、はい、あの、うん、まあ、あの移してしまうというか、そういう考えですか。そうですね、はい、だから自分でそういうふうに言葉にできればね、うん、あのもやもやして、うん、あの形にならないものは形にできるわけです、うん、そうすると、ね、やっぱりそれだけでももう好きにできるわけですね。なるほどね。これね、やっぱりそれだけでもお祓いになります。自分でできるお祓いですね。自分でできるね、言葉に、なんかわからないけどイライラしてるんじゃなくて、そうですね、私はなんでイライラしてるんだろうかとか、なんで落ち込んでるかということを言葉にするっていうことですね、はい、そうですね、とても勉強になりました。だから愚痴を言うっていうの大事なんですよ、大事ですね、はい、はい、じゃあ楽しみにしております。今日は大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。川越八幡神社権禰宜の岸田様にお越しいただきました。今日はありがとうございました。